こんにちは、ジャグラーのマロです。今回はジャグリングとは何か、そういうテーマで話をしていきます。で、ジャグリングって何なのかってそもそもの話なんですけれども、僕ジャグリングの動画を解説しながらも、初心者の方にね、どうやって始めればいいのかなとか、ジャグリングって何なのとかね、どんな風に練習すればいいの、そういう質問をもらうことが時々あるんですけれども、今回はね、そのあたりの質問、そもそもジャグリングって何なのとかね、不器用だけどジャグリング自分でもできるのかな、どうやって始めればいいのかなとかね、そういった、本当に初歩の初歩からジャグリングとはっていうことを解説していきます。始める前に簡単に自己紹介すると、僕はジャグリング始めてプロとしてね21年間仕事をしてます。で、その他にもいろんなね舞台の経験を積んでるんですけれども、まあ長い間ジャグリングに関わってきた経験から僕なりの考え方というのをシェアしていきます。そもそもジャグリングって何なのというと、すごいざっくり言うと、3個以上の道具をもう連続で空中に投げ続ける、これがまあいわゆるジャグリングかなと思います。でね、ここにボールあるんですけど、まあやっぱりみんながよくイメージするのはね、こういうボールを投げる、こういうジャグリングとか、あの、ボーリングのピンみたいなね、クラブっていう道具だったりとか、輪っかを投げる、このボール、クラブ、リング、このあたりが典型的なジャグリングっていう感じですよね。うん。で、もうそれだけがもうほぼジャグリングと言ってもいいぐらいなんですけれども、今ね、ジャグリングの言葉の意味がすごい広がってて、実は投げないジャグリングとかもあるんですね。後ろに道具あるんですけど、コンタクトジャグリングっていう、こうね、体から離さないでやるジャグリングとかね、まあ、これも投げないけどジャグリングって呼ばれたりしてるんですよね。とか、まあ、これもね、よく見かける機会あるんじゃないかなと思うんですが、まあ、ディアボロっていうね、こういうコマみたいなやつですね。この辺りも、まあ、ジャグリングって言われたりします。で、この辺の道具についてはですね、今言葉の意味が広がってるって言ったんですけど、まあ、ウを技を使って道具を扱えば、ある意味もう何でもジャグリングって言えるんですね。道具1個の水晶玉でもそうだし、まあ、場合によってはキュウリとかね、キュウリ1本を見事にこうなんか回して、こうやってこれはキュウリジャグリングですって言われたら、あ、そうですかってなるっていう、まあだから、あの、もうふわっと言ってしまえば、もう技があって道具があれば何でもジャグリングということはある意味できるんです。はい。ただ最低限ね、こう技を繰り返すことができるっていうのは定義に入るんじゃないかなと個人的には思うんですけれども、例えばやり投げの槍とかね、あれもうスポーンって投げていったきりだったら、さすがにこれはあんまりジャグリングとは言わないかなと思うんですけれども、まあ典型的にいわゆるジャグリングと言われれば、やっぱりね、3個以上の道具をこうポン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 って投げるような、それがまあボールクラブリングとかだし、もうちょっと言葉の意味を広げると、まあコンタクトジャグリング、水晶玉とかディアボロとか、このあたりもね、まあいわゆるジャグリングとして、箱、シガーボックスとかね、いわゆるジャグリングって分類されますけど、もうそれ以外に広がっていっても、もう果物でもキュウリでも何でもジャグリングっていうことはできます。技があればね。うん。というわけで、道具についてはいろいろ細かくなるので、また次の動画でね、道具は細かく解説したいと思うんですけれども、そう。で、技があっていろいろ扱えば、あ、じゃあまあ何でもジャグリングって言えるんだと。はい。いわゆるジャグリングを見る機会っていうのは、日本だとね、やっぱりよくあるのは、例えばサーカスとかストリートパフォーマンスとか、まあテレビとかでもたまに見るかなっていうぐらいだと思うんですけれども、うん、ジャグリングってじゃあ自分もやれるのかって、こう人に見せるものでしょっていうことかっていうと、別に全然こう趣味でね、人に見せるためじゃなくてアマチュアでやるっていう方がむしろやる人すごいたくさんいるんですよね。うん。で、本当に昔はね、仕事としてやる人しかほとんどいないような時代もあったわけですけど、今はむしろそっちの方が少数派で、もう全国にサークルがあったりとか、学校にも部活があったりとか、いろいろするので、結構こう人との交流とか、楽しみ方は本当それぞれですね。仕事、まあ僕は仕事ですけれども、仕事としてステージに立つような人もいれば、こう本当にスポーツの大会みたいな感じでね、ジャグリング大会にエントリーして入賞することを目指す人もいれば、単純にコミュニケーションだったりとかね、なんかこう技ができるのが楽しいから個人的に一人で黙々とやると、まあ本当にどんな楽しみ方もできるので、まずまあ誰でもできます。うん、本当にね。でもそうは言っても自分不器用だしなとか、うん、子供の頃からやってればとか、いろいろ思うかもしれないんですけど、僕自身もジャグリング3個ボール始めたのは23歳の時でした。一般的にはね、うん、あ、じゃあ子供じゃなくてもできるんだっていうとこもあると思いますし、もっと上を見ていけば、僕もね、フランスのサーカス学校とか行ってる時に65歳の男性がね、ジャグリングやってるのを見て、すごいなって、まあ5ボールとかやってたので、話聞いたらまだジャグリング歴1年経ってないとか言ってたんですよね。だから64ぐらいから始めて、
たのかちょっと細かい年齢はわからないですけれども、そこからゼロから始めてできてる、ファイブボールまでできてるような人もいたりするので、まあ彼はね、あのサーカス学校で毎日4時間教えてもらってたっていう、まあ、しっかりやる環境はあったんですけど、まあ年齢はそんなにもうハンデじゃないですよね、うん、まあどのレベルを目指すかですけれども、少なくともまあ3個4個5個とか、あそれぐらいまでは本当にまあ大体誰でもできるんじゃないかなと思います。うん、僕はね、あの不器用だけどジャグリングできなかった人っていうのは見たことないです。まあできなかった人というのは、うん、まあちょっとだけね、5分とかやって、いやこれ向いてないやって諦めちゃったら、さすがにそれはできないですけど、でもちゃんとやったら大体どんな人でも、子供でも年配の人でも、まあ男性女性関係なく、本当にね不器用だって言ってたけど、あ、できたっていう人、もうみんな絶対できるので、だから自分もできるかなといえばできます。うん、さあ、そしてじゃあできるかなって言えばできる、でもどうやって始めればいいのっていうことなんですけれども、今はね結構ネットで情報がたくさんあるので、それでも十分できるかなと思います。やりやすい道具はあった方がいいんですけど、僕もねいろいろこのチャンネルでやり方動画とか出してるので、まあ、初心者向けのね動画とか下にリンク貼っておきます。本当にまずはとりあえずネットを見てパッてやってみるっていうのは全然いいと思いますし、でもネットよりやっぱり人に教えてもらいたいと思ったら、多分ね調べれば住んでる地域とか行けなくはないエリアどこかにサークルとか多分あると思うんです。まあ、日本全国広いんでね、あんまりない場所もあるとは思うんですけれども、人口が多いエリアだったらね、まあ間違いなくいろいろあると思うんですね。だからそういうところ、まあ今ね、コロナとかって、活動してない可能性もあるんですけど、僕もね、普段やってる練習会とか、今ちょっと、休止中ですけれども、まあでも探せば地元に仲間もいると思うし、そういうの参加するとやっぱり交流があって楽しいですよね。年齢の違いとかも超えてこう繋がれたりするので、それも楽しいですよね。それも本当におすすめですね。で、さらに、もっとちゃんとやりたいっていう人はジャグリング教室に通うとか、まあ、僕は海外のサーカス学校に行って、まあ本当に本格的にやりたかったら多分先生とかがいた方がいいとは思うんですね。やっぱりその、まあわかりますよね。独学でフィギュアスケート習いたいっていうのか、インターネット見て独学でやるとか、フィギュアスケートサークルでやるっていうのと、フィギュアスケートのコーチがいるところに行ってやるのも全然違うのは分かりますよね。だからまあ本当にやろうと思ったら同じ時間でもその方が全然上達できるので、仕事にしようとかまで思うんだったらちゃんとした環境、フィギュアスケートも滑りだけじゃなくて振り付けとかいろんなことを、体のトレーニングとかトータルで学んで、その上でどうやって勝てるかみたいなことやっていくので、本気でやりたかったら、本格的なとこに行くっていうこともありますけど、でも一般的にはね、とりあえず、まあネット情報でやってみるっていうのは全然 OK なんじゃないかなと思います。で、本当に安い、ジャグリング用のボールだったら、ビーンバッグとかで多分3個で1000円するかどうかぐらいのも売ってるんじゃないかなと思うんです。で、最低限ね、ジャグリング用の道具は多分あった方がいいんですけど、なんでかっていうと、テニスボールとか例えばね、できなくはないんですけど、軽すぎて手からキャッチしたらポンって弾いちゃって、やりにくいとかね、やっぱりこう手にずしっとちゃんとキャッチしやすいものっていうのがあるので、あんまり高いものじゃなくてもいいんですけど、ジャグリング用の道具の方が絶対いいかなっていうのはあります。うん、ただまあ始め方としてはね、独学で、今の時代だったら本当に何でも情報あるので、十分できるんじゃないかなと。というわけでジャグリング、まあ今回ざっくりした話ですけれども、そもそもジャグリングって何かって言えば、まあこのね、いろんな道具をこう複数空中に投げていくっていうことだし、別にプロだけのものじゃなくて、むしろこう趣味としてとか楽しんでる人の方がたくさんいるし、それもすごい大きな文化だし、で楽しみ方にルールはないので、もう人付き合いが苦手でも全然一人で楽しんでてもいいし、今別に SNS にアップするっていうのもね、それも一つの自己表現にもなりますし、自分の特技でもありますよね。始め方も本当にね、ネットで学ぶとかで十分だし、やっぱり人とコミュニケーション取りたいなって思ったら探せばきっと近所に絶対仲間いるぐらいの時代になってますし、なのでね、本当にそんな感じで、楽に始めていくといいかなと思います。で、まあ、どの道具がいいのかなとか、どんな道具があるのかなっていうのはまた次の動画で話したいんですけれども、そう、そしてね、ジャグリングの僕がすごいいいなと思ってるところは、拍手をもらえるっていうことなんですね。これ最後の話にしようと思うんですけれども、もし趣味でやってるとしても、例えば将棋を一生懸命やってますって言っても、まあ、プロにでもならなければ、プロになっても別に拍手とかじゃない気はしますけどね。終わりましたって、こう投了しましたって言っても、わーって拍手とかしたらなんか失礼な感じもあるしね。まあでも例えばサッカーとかでもね、普段サッカーチームに入ってますって言っても、日常生活の中で、じゃあ僕のサッカー見てくださいとかいきなりやれないですよね。でもまあピアノとかでもね、ピアノがある場所じゃないと私のピアノを聞いてくださいみたいにできないし、でもジャグリングとかだと、例えばこのちっちゃいボールポンって持ってるだけでこういつでもやることできますし、なんだったら親戚の家に遊びに行って、こたつの上のみかんをポンポンポンって投げた、わーって拍手をもらえるとか、飲み会に行っておしぼりをキュキュキュって丸めればおしぼりだって3個ジャグリングとかできる
るし、ちょっとしたものを持っていれば拍手をもらえる、このちょっとしたもので拍手をもらえる趣味ってなかなかないと思うんですよね。時間も場所も取らないじゃないですか。なんかこうダンスをやってますって、まあそれも確かに体一つでできるけど、いきなり教室でダンスを踊り出すわけにもいかないですよね。でも教室、自分の机に座ってても、じゃあちょっと一ネタやりますって、これどうやってやってんの、まあこの程度だったらすぐにできる人、まあそういう意味でジャグリングは小スペースで、道具も最初はね小さいもので、だけど趣味でやっても拍手がもらえるって、それはね結構楽しい経験だと思いますね。というわけで、結構おすすめですね。はい、というわけで、今回のジャグリングとは何か、どうやって始めればいいのかとか、自分でもできるかなっていうのは、こんな話でした。また次回どんな道具の種類があるのかとか、まあどういう人がどれを選べばいいのかなとか、そういうことも話していきたいかなと思います。はい、ではこの話以上です。この話少しでも良かったなと感じていただけたら、ぜひ高評価ボタンお願いします。そしてね、普段はこのチャンネルでは、僕は海外のサーカス学校で学んだ練習方法とか、プロパフォーマーとしての考え方、いろいろ情報を発信してますので、まだチャンネル登録してない方はぜひ登録して一緒に練習していってください。じゃあ今回話を聞いていただいてありがとうございました。